かとは言わないから、せめて期待させないでほしい。無邪気な君の罠、めくるめくデンバイス。小さな小さな箱の中にしまってる欲しいもの、行きたい場所、君との会話、印つけて何回見返してみてもわかんない部分、わかんない気持ちだらけ、また眺めていたい。どうかどうかとは言わないけど、せめて嘘はつかないなんて、知らないふり心からだ、バラバラになる。いつか本当の名前教えて、ずるい君のリアルみたい、ひなた同士の夢に変られないデバイス。見た目も気持ちも過去をしてしまおう、話すための経験でやつにされても愛想笑い貼り付けて示してるみたい、これが私だから。にじむ視界、心からだあやぶやになる。いつもいつも笑顔崩さない、ずるい君の本音みたい、私を煩わせてみては、それも君の策略でなすすべ。ということで、本日の初めてのフリアユリカと鈴木メイナのバースデーイベントを終了しました。ありがとうございました。ありがとうございました。緊張したよ、ね、うん、めっちゃずっと緊張してたの、うん、メイナは。だけどね、やっぱこうしてファンの皆さんが見に来てくれたから、ちょっとね、うん、安心してできました。うん、そうなんです。そして今回私たち二人なんかちょっとなんかいいです、うん、なんで。そう、今回二人でね、あのラブシックデバイスという、あの普段はアップアップガールズ過去日記の島崎ゆりやさんと私フリアゆりかの二人のユニットで歌っている楽曲があるんですけど、今回はそちらをねメイナと二人で一緒にねカバーしました。カバーして歌いましたが、はい、皆さん楽しんでいただけましたか？楽しかったですか？ちょっとこの動画を見てるということはもう聞いてくれてると思うんですけど、ありがとうございます。いかがですか？
え、メイナ的には今回どうだった、うん、一緒に歌った感想。いや、私はあの今まで出会った、うん、あの友達の、うん、人間の中で、うん、一番声のハーモニーが好きなんですよ、うん、おー嬉しい。なんか響きが、うん、めちゃくちゃなんかこう心に響く音を出せるから、うん、ゆっかとは、うん、か歌っててすっごい気持ちかったんですけど、うん、本当にありがとう。いやいや、こちらこそ。ゆっちゃんはどうでしたか？いや、私もメイナとハモるのがすごく楽しくて、やっぱ声のね相性がすごくいいから、うん、一緒に歌っててすごい楽しいなって、うん、思ったし、なんかすごい私とメイナのハモリを聞きたいっていうねファンの方がすごいたくさんいらっしゃったんですよ。だから今回生誕でこうして披露できてすごく嬉しかったです。嬉しかったです。またね、来年もこうしてバースデーイベントを開いて、うん、みんなと一緒にまたこういう時間を過ごせたらいいなと思いますので、はい、引き続き私たち頑張りますので、皆さんも応援よろしくお願いします。お願いします。23歳楽しみます。イエーイ、頑張ります。ありがとうね。ありがとうございました。